野崎かかってこい。バカめ、おれいや、素晴らしいな、これ。なあ、見ろ、この壺。かつての激しい戦いによって折れてしまったっていう設定だ。のぞみさんの動きが全然出てきないですよ。今日なんて庭に変なもの作り始めて、あれまずいですよ。痛ければいいわよ、別に。バカみたいにこんなの作ってればいいじゃない。でも沢北くんがここにいなきゃいけない理由なんてどこにもないはずでしょ。